あの防水の思います。iPhone を水の中に。やばいやばい、そうそうそう、マスオ TV。 はい、マスオ TV でーす。はい、今日はですね、夏にとってもね便利そうなアイテム、特に僕にねすごく合ってそうな、さらにですねやっぱり海山川とかね夏になったら出かけるじゃないですか。そういう時にねあったらいいなアイテムを実際にねちょっとねご紹介レビューしていきたいと思います。それがあったら iPhone のあの防水のカバーですね。水の中にね入れても大丈夫、お風呂とかでもね使えるよっていうね、そういう iPhone のカバーです。まあね、僕結構バレフォンにしちゃうこととかありますし、あの水辺に行くことも多いです。海とかやっぱ夏になったら行きたいじゃないですか。で、海とかでこう普通に iPhone 使ってて砂入って、あ壊れちゃった、あははとかね、そういうのねすごく残念だと思うし、お金ねかかりますからね。うん、ということでちょっとね今日はこちらレビューしてみたいと思います。ちなみにねこれね1万円ぐらいねしましたね。 iPhone 壊れたらね5万円10万円かかりますんでね、うん、それに比べたらいいんじゃないでしょうか。ではね iPhone にこちらのね防水ケースを装着していきましょう。一応ねこれ使う前に防水機能が働いてるかねテストしてくださいっていうねことがあったんで、一応テストはしてみましたけど、はい、まあねこんな感じで普通に装着していきますね。なんかハイテクですよね。でこうやって装着していきます。このゴムのねところがね密閉されてるかっていうのがとても重要っぽいんですけど、こういう風に先の方からこのように iPhone に装着することができました。かなりねごついですね。ここがここを回すとあのマナーモードかマナーモードじゃないのかが切り替わるみたいですね。ほらブーってなってるんですけど、さらにここが音量で、こっちには電源入れる部分がありますね。でちょっと実際に使ってみましょうか。このカバーつけた状態でどのぐらいねしっかり使えるのかっていうことなんですけど、ほら全然普通とほぼね変わらずにこういう風に使えますね。結構厚みのあるフィルムなんですけど、気にすることなくね使えますね。では実際にこちらの iPhone を水の中に入れてみましょう。大丈夫かな、せーのゴー。え、あれ、え、ちょ待って、え、水入ってない、え、やばいやばいやばい、え、うそ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 う、え、え、うそ。まあ、なんてことはありませんから、皆さんね、期待を裏切ってしまってすみません。はい。でね、本当に普通に水の中でね、使ってみましょう。ほら、水の中でもちゃんと、ついてるでしょ？ほら、大丈夫ですね。ただ、水の中だと、こういう風にね、パスワード等はね、打てないみたいですね。うん。でも、ホームボタンは一応生きてる。うん。Hey Siri! Hey Siri!シリがね使えないみたいですね。音楽とかも聞いてみましょうか。はい、僕の作った歌桜っていう曲があるんですが、この歌をね聞いてみましょう。まあこのケース使ってこういう風にねちょっとこもった感じがしますけど普通に流れてます。でこれを水の中に入れるとどうなるかいきましょう。せーのゴーなんか水の中でこもってる音がするね。まあ普通に風呂場でもね全然使えるって感じですね。ほらほら、いやすごい。これさ使い方によっちゃさ動画とか水中動画とかも撮れちゃいますね。 GoPro とか必要ないかなって思っちゃうぐらいに普通にかなりね鮮明に撮れますね。水中動画がすごいね。このケース1万円するだけある、そんなねケースですねこれ。はい、ということで今日はこちら防水 iPhone ケースご紹介していきました。とってもね夏にぴったりだと思いますので、興味がある方はぜひね買ってみたらいかがでしょうか。いやすごいですね。 iPhone もねいつか普通に防水になったらいいんですけどね、まだ先だと思うんで、はい、これは便利です。ということで皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上マスオ TV でした。バイバーイ。